カール・ヌードストロームカール・ヌードストロームはスウェーデン人の画家である。ヌードストロームはスウェーデン美術においてジャポニストの要素を受け入れた初期の画家の一人とされている。彼は1882年、ノルウェーの画家、クリスティアン・クローグと共にパリでの第7回印象派展を訪れている。フランス美術の影響のもとにジャポニズムを吸収していき、後の風景画には、 日本の基範が二軸に触れたことが伺える特徴が見える。例えば1887年のホガ地方からショーンでは鳥の止まっている枝を画面の手前に描き円形と対比させているが、これはジャポニスムの典型的な特徴である。ヌードストロームは1880年代はフランスのパリ郊外の村クレシュルロワンに滞在していた。ここは芸術家が多く集まる場所で、 特にこの頃は北欧出身の芸術家が多くいた。彼らの中心になっていたのがヌードストロームと画家カール・ラーションであった。ヌードストロームは1982年に前述のクローグッドと共にグレー村を訪ねたことがあり、ラーションに村のことを教えている。ヌードストロームはこの村で多くの作品を制作した。1892年に画家のリッカルド・ベリーが購入した。 ゴーギャンの絵画から掲示を受けたヌードストロームは、ベリ、ー・ニルス・キュレーゲルと共に、スウェーデン西海岸にあるバールベリで1893年から1896年にかけて過ごし、作品制作を重ねて、総合主義的様式を発展させた。ありがとうございます。